どうも、てっぺチャンネルです。ちょっとニワトリの声めちゃめちゃすごいですけどね。オープニングからね、オープニングからもうニワトリが、はい、朝ですよ俺らの声にびっくりしたかな。そういうことですね。はい、今日はですねラックス小峰さんと、はい、アニマルキーパーズカレッジに来ております。はい、はい、ね、もうてっぺちゃんとね前からあのアニマルキーパーズカレッジさんはお邪魔したいなって言ってたところがあったんですけどね、はいはい、あらこすごいんです。なんといってもですね、うん、ここはあのもう本当に現場に直出られる飼育員さんをあの育てる学校なんですけどもね。飼育員さんの養成所。そうです。なるほど。でなんといってもですね伊豆さんに直結しているので、はい、もう実習で伊豆で爬虫類の世話をいろいろすることができたりするという、はいはいはい、素晴らしい学校でして、まあ、はい、今までそのそういうなんていうんですかね動物の学校ってアクアとかいろいろあったんですけど、うん、はいはい、直接的に今そんな爬虫類の世話をできる学校っていうのは今までなかったんです、まあ、日本初とも言える日本初の爬虫類の養成所。そうなんです。すで、まあ、校長は、うん、ご存知白羽園長。なるほど。園長白羽さんですね。白羽さんです。もう白羽さんはじゃあ園長でもあり校長でもあり社長でもある。社長でもあるです、ね、すごいです。だからどれを読んだらいいのかとっても分かんなくなるなるほどというです。すごいですね。で何しろなんと今授業中ですから。授業中本当はじゃあこんなうるさくしたらやばいんです。そうなんですね。やばいですね。今授業中のところなんで、はい、ちょっと授業の方にですね、はい、行っちゃいましょう。あ、分かりました。じゃあ早速、はい、じゃあ行ってみたいと思います。怒られたらてっぺちゃん責任取って。いや小峰さんのせいです。俺の、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、なんかすごいですね。すごいでしょ。はい、あのゾウガメがいたり、本当だ、ね、サイがいたりカエルがいたり、こっちもね、そうこっち行ってます。いいねー。アニマルキーパーズカレッジ、アニマルキーパーズカレッジ AKC ですね。 AKC なるほど。すごい上しかないですよね。ねー、本当にもう春ですからね。そう春ですからね。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、すごいこの学校がまた。こんにちは、よろしくお願いします。お、ちょっと待って、俺熱帯魚好きで、いきなりガーガーいますよ。そうすごいね、かわいい。いいね。じゃあ行きましょうかね。あ、先生です。今日はよろしくお願いします。お願いします。すごいですね。本当今日オーシャンビューでしょ。そうですね、そうちょっとね、曇っちゃったから。そうなんですよね、晴れるともっと景色いいんですけど。あ、もう晴れないけどしょうがないですね。こればっかりはね。ね、晴れの日にいらしてください。わかりました。またもう一回。じゃあ、はい、はい、教室だから結構いっぱいあるんですよね。そうですね、教室5つあります。はい、あと行動もありますもんね。これ建物は新しくないですか。そう、なことない。リフォームをしてますね。リフォームですね。住められたってやつですね。なるほど、高級ホテルですよ。見てください、この景色。高級ホテルだよこれ。授業中入ってちょっと潜入しましょう。そっと入ってみましょう。後ろでちょっととりあえず白田さんの授業聞いてみましょう。もう逃がしたって一番端まで持ってったらすぐ来ちゃったの。そこにね、なんだ、あ、小峰さんいるじゃん、炭酸の音を出しながら。そういう振り方ですか。ラックス小峰と言います。はい、小峰と言います。あの白田さんとジャパンネクタイル勝負1回目からずっといろいろとやらせていただいておりまして、でも白田さんとも30年近いお付き合いですね。そんなないかな。そうなりましたね。もういろいろとお付き合いさせていただいて、もうあの学校のことはもうね、白田さんから今聞いておりますので。 YouTube 見てますよ。生配信もやってましたね。それも見ました。あの楽しかったです。前ね、ラジオとかテレビの仕事を終わってね、うちに初めて来てレポーターだったんだよね。そうです、そうです。白田さんを若い頃、ね、白田さんを静岡の番組でちょっとご紹介したくて、でまだ白田さんがレップジャパン立ち上げてそんなに時の時代の経ってない時代だったので、いろいろとその頃から白田さんといろいろね、お付き合いさせていただいて、それであのジャパンネクタイショーをやるよっていうことで絶対させてくださいってことで1回目からやらせていただいてるんですけど、今年20年目ということで、もう何しろ20年って言ったらね、生まれた子供が成人しちゃいますからね。この人たち19、20歳、そのままね、みんなすごい。で生まれた年にジャパンネクタイショー始まっているという、もうなんか白田のことはいろいろ知ってます。どんなことでも知ってます。いや、そんなことないですよ。さあ、なったんで今日は励む子の話かな。いやいや、そうですよ。じゃあ、その励ましか、励ましな今度本が出るんでしょ。あ、そうです、そうです。今度7月の多分1日予定なんですけど、あの亀の飼育本が出ますので、で僕が著者になって、あの田園調布動物病院の田向先生が監修で、亀の写真は全部大会型動物で伊豆で撮らせていただいておりますので、ぜひですね、ちゃんと出た時は出るまではよくわかんないですからね。
で見本が来るでしょう。あ、見本もちろん持ってくるからね。そうしたからね。え、爬虫類好きな人。え、他の方は例えば鳥は猛禽とか。鳥全部な。え、爬虫類の好きな人は、カメが好きな人は。あ、いないよ。本当にいないよ。どうしよう。あのね、カメってさ、収集しとったんだよ。ああ、そうなんですか。うん、俺本出すんですけど、うん、減ったんですよ。減ったんすか。そう、だからそのまだね、昭和の情報を持ってるとさ、昭和の情報を持ってるとそうなっちゃうんだろうけどね。はい、めっきり減って、はい、今はね、爬虫類の種類は何。レオパ。そうなんですよ。レオパ、レオパ、レオパ、レオパはもう爬虫類じゃないからね。そうですよね。もうレオパはレオパっていうジャンルだからね、本当に。もっと貴重ですからね。僕若かったら入りたいですから。本当に。でも、年齢制限ねとは言ってましたけど、まあ、僕おじいちゃんなんでもう入れないからあれですけど、でも本当にそういう貴重な体験をいっぱいしてもらって、これから先も生かしてもらいたいなっていうのは真剣に思います。今日 YouTube ちょっと撮影が入ってるんですけど、てっぺいチャンネルという。どうも皆さん、はじめまして。知ってる方、見てくれてる方いらっしゃれば嬉しいんですけれども、てっぺいチャンネル知ってる方いらっしゃいますか。うわー、嬉しいな。ありがとうございます。てっぺいチャンネルのてっぺいと申します。よろしくお願いいたします。僕自身が幼少の頃から生物が好きなんですね。なので、もう生物だけのもう特化したチャンネルということで、生物以外のものはもう何にもやっておりません。まあ、恐竜から始まり、現世のいろんなね、ありとあらゆる生物をいろいろ追っかけておりますので、ひらがなでてっぺいチャンネルと検索してみてください。そうするとオレンジ色着た人たちが動いてますので、白田さんも僕も何度も出させていただいて、伊豆を紹介させてもらってるんで、そうで今現在ですね、てっぺいチャンネルの中で伊豆の、ロケですね、ロケの毒蛇編が今までで一番回ってるんですよね。すごい視聴回数ということで、白田さんのおかげですね。本当にね、めちゃめちゃ面白いです。白田さんのやっぱ喋りもね、素晴らしいですよね。そうで、小峰さんの喋りもねもう僕影薄れてますからね。僕はもうただこう、ああそうですかっていうだけですけどね。まあ生物本当好きでね、もう年間通していろんなところにいろんなもの捕まえに行ったりとか見に行ったりしてますので、ぜひてっぺいチャンネル皆さん見てください。それでこれからその下のみんながお世話をしている動物を紹介してもらいたいんです。一緒にこのてっぺいチャンネルに出てもらえる人で、今案内してもらえる人一緒に行って、その他の人たちは周りでちょっと見てもらいたいんですけど、誰か出れますか。出たい人。お、素晴らしい。ていうか、皆さん なんでこんな消極的なの。なんで。おお、素晴らしい、素晴らしい。俺、他にみんなあんまりダメなのか。用意読んだけど、カットされちゃうかもしれない。学校ですよ。めっちゃ緊張しましたよ。小学校以来、黒板の前だった。これ、輸送箱のもう様々な動物に。あ、そうなんだ。そうなんだ。すげえ。失礼します。どうも失礼します。江野先生で、うお、すごい爬虫類の、はい、この独特がちょっと見せて。これですか。これすごいな、これ入り江だよね、入り江の独特がなんだけど、はい、このね、日本画の先生なんですよ。はい、で、AI の日本画の助教です。助教じゃない、助教じゃない、助教です。助教はない。でそこでこちらの方に転職してきて、生き物の絵を描き、個展をね、はい、うちでやっていきたいなと思ってて、ね、へぇー、すごいですね。すごいですよ。なんですかこの、ね、なんかこの気品があって繊細なこのタッチですよね。あ、こちらで、あ、なるほどね。じゃあこれ微妙なあの色のこの濃さとかね、ですよね。これもすごいですよ。これが去年の秋の認定の展覧会の出品作ですけど、いや、すごい、すごいですよ。すごいしか言葉出てこないですね。これをね、日本家の爬虫類店もやりたいんだよ。できますでしょ。できるよね。できる、できる、もう楽勝ですよ。ね、どっかいい場所でさ、ちょっと品がある場所で。いやいや、楽勝でできますよ。だって今もうここで、もうあれですよ。ガロ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 ですよ。へぇ、すごいな。どうやったらこの繊細なタッチが出るんだろうな。不思議でしょうがないな。っていう爬虫類をこう題材にしたものを やりたいんだっていうね、はい、意思があって、はい、うちなんかに組み込んでくれたと。あ、
やっぱり白輪さんあって人が人を呼ぶんです、やっぱりね。素晴らしいですね、小西さん、すごいですね。うん、すごい。いや、これはもう芸術ですよ。すごい作品だな。っていうか、描いた本人がそんな笑う、ブーブーって言ってて、いや、本当ですよ。いや、すごいですよ、ね、すごいですよ。まだ途中なんだったね。まだ途中なんで、まだ、はい、すげえ作品。次はガラパゴス動画で、ぜひ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 書かせて。僕大好きなんです、はい、ちゃんと買ってくださいね。あ、わかりました。白輪さんの方に平気で言うんだよ。白輪さんの方にお金借ります。俺、2人のやり取り大好き。ありがとうございます。すごいね、本当に。うわ、めっちゃかわいい。赤い花熊でね。はい。